距離か早熟か挫折か、そんな脆さが若さの証明、みかんのスマッシュ、ダノンスマッシュの安田助手です。よろしくお願いします。お願いします。もうあまりにもちょっと僕の期待が大きすぎて、いや僕も期待がね、この間もお話しされてもらって、はい、若干がっかりとかこう大きかったんですけど、いや僕も大きかったですね、うん、まあまあそれでもまあまあね、乗ってて能力は十分あるし、あると思うし、通用するっていうもんも感じてるんで、まあ今に見とけよっていう、はい、まあそういう思いをしながら、はい、それでは一つずつちょっと疑問を、はい、あの解消していっていただきたいんですが、はいはい、まずはやはり1004で強い競馬をして、はい、まあ1006で強い相手ですけれども少し足りないというレースがまあ続いているように思うんですが、はい、これ距離っていうわけではないですか。距離ではないのないと思います。やっぱりまあ、アーリントン朝日杯っていうのは、まあ、ちょっと、まあ、発馬で遅れて、まあ、そのレース後全くその息がすぐ入るっていう感じで、まあ、全然競馬してない、はい、ただその、まあ、前回はアーリントンカップはまあ北村雄一と相談して、まあ、とにかく全2走が競馬してないんで、まあ、競馬をしようと。やっぱ調教で負荷かけてもやっぱ競馬の1回の負荷と調教の負荷とは全然違うんで、まあ、とりあえず厳しい競馬をしていこうっていうことだったんで、うん、まあ本当5着でしたけど、あのハイペースの中で、うん、あの5着っていうのは僕はまあ負けたことには悔しいですけど、やっと競馬ができたかなという、うん、まあ、G1 に向けてすごい負荷はかけられたかなとは思ってるんです。やっぱレース後もかなり息は乱れてたんで、ここアーリントン、あのファルコン、うん、朝日杯のレース後とは全く違うかったんで、まあ次に向けてすごくいい負荷というか、うん、はい、いい走りはできたのかなとは思ってますけど、はい、まあ、あの同じ質問でちょっと重複するかもしれませんけど、はい、ということは、早熟ではないということですよね。そうですね、やっぱりその緩さっていうのもありますし、うん、まあ、気象心身ともにやっぱ、まあ、気象も幼いですし、うん、はい、まあ、体もまだまだなんか伸びしろは十分あるんで、僕は早熟じゃないとは思ってるんで、はい、だから本当はまあまあ正直1006より1002のが適性はこの前にはあるとは思うんですけど、うん、まあそこは早熟じゃないと思うんで、うん、まあ、1006に、はい、まあ、使っていきたいなっていう、はい、じゃあこれからスターダムへのし上がっていく中でのまあ、一陣的なまず挫折というか、はい、一つの壁に今ちょっとぶち当たったかなというところです。まあ、そうですね、うん、今本当にあの馬自身、まあ、僕らもそうですけど壁にぶち当たってて、それをどう打開するかっていう陣馬とも一緒に考えている途中ですね。さあその打開策、はい、G1 に向けて、はい、まあ、あまり時間がなかったかと思いますけれども、はい、いかがでしょうか。そうですね、もう競馬は来週ですけど、まあ、競馬も2回使ってますし、まあ、あとはまあその安田厩舎と北村雄一がやっぱりその競馬に向けて、じゃあ前回とは違って今回はどういう調教していこうかっていうもう考えてますし、まあ、前回はちょっと本当に、うん、まあ、前哨戦の、まあ、次があるっていうことだったんで、今回はもうここ1本で絞ってるんで、本当にいろ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 話して考えてるんで、まあ、あの本当に打開策っていうか打開できるような考えはしてるんで、あとはもう結果が出れば、はい、いいなっていう感じです、はい、それではファンの皆さんに抱負をお聞かせください。はい、ね、ここに、まあ、2走ですか3走思うような結果は出てないですけど、あの僕らはダノンスマッシュっていう馬の能力はすごく能力の高さって感じてるんで、それを NHK マイルで発揮できるよう厩舎スタッフ努力しますんで、応援よろしくお願いします。ダノンスマッシュの安田助手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。